ポートレートインダーツ第2弾、圧倒的な映像美、選手の技術論はもちろん、さらに進化した多彩なカメラアングルとより精細なスーパースローを駆使し、理論をビジュアル的に把握。スピードの加減が難しくて、気づくともうマックス腕振ってる状態になっちゃって、なかなか。大好評のオーディオコメンタリー仕様により、選手本人によるシーン解説や撮影秘話を余すところなく収録。肩のラインをボードに対してもう垂直90度にしたいっていう意識はあるんで、コークはもう俺苦手だから特にっていうか、もう毎日変わっちゃいますね。その日に何が悪いか。今なら18から行くけど、この時多分そんなこと考えてないですね。トンパチ出そうとしか思ってないですね。18一本突っ込んどけば60でまだテンパイはある話ですけどね。その時点でちょっと俺やったような4ラウンドトライというものが出てくるのか、なんだよ俺が外す前提でやってるのかっていう気持ちになってましたね。これぞシリーズ正当進化の形。How to DVD の域を超えた映像作品をあなたに。ポートレートインダーツ2、村松春樹。2013年3月27日、堂々発売。